で第2話になるんですけど、まあこれ一応パテで、まあ私はあのタミヤですよね、まあ、模型屋に普通に一番売ってるパテなんです。いやいや、なんでそればっか使うんだよって言ったら、まあ一番それが手に入りやすいからですよね。これが本当にいいかと言われると微妙なんですけど、だから他にはあれですよ、アメリカがどっかのメーカーのホライズンっていうやつですよね。あのホライズンというところのメーカーの OEM かなんかで、まあ当時造形村というところに在職していたので、その時の感じで、まあそこがあの造形をたしなむというふうに書いてあるやつがあったんです、あるんですけど、今あるかどうか知らないですけど、まあそれもホライズンですよ、 OEM のやつなので、あれは、まあ、ただ問題はホライズンのやつはあの2つ分かれてる硬化剤かどっかの方が劣化してくると汁が出てくるんですよね、茶色いやつが。で、まああれはアーモンドっぽい匂いがするということで有名らしいんですけど、あれはどちらかというとタミヤよりはあの安全性が高いということを謳いにしているので、まあ女性の方とかそっちの方がいいっていう人はそっち言うがいいんじゃないかな。あのタミヤのやつよりはあのベトつかないので、あの手についたやつを剥がすのにはそのホライゾンというホライゾンというところの出してるやつの方がいいんかなという気がしますけど、でまあこれであのとりあえずモールドしたんですけど、ちょっと緩いかなというその靴下的なシワなんですけど、まあ その部分をちょっとあの削っていこうかなという感じなんですけど、これあの手元を何て言うんですか、カメラで撮影しながらあのちょうどいい位置に、置きながらこのも削っていくっていうのは、あのカメラのモニターを見つつあのこの実物の方をあの 見ながらというちょっと面倒くさい作業なんですよ。だから本当はやりたくないです。まああれですよね、このデザインナイフのこの先端がちょっと折ってあるんですよ。あの一番先っていうのはかなり鋭角的で作業は楽なんですけど、すぐに折れちゃうんですよ。だから先に折ってしまって、使ってるという感じなんですけど、まああとはここが折れた、ここは三角形の断面になると思うんですけど、この背の方をあの筋彫りで使うというのもよくやってる方法なんですけど、まああと刃なので、まあ、平面違います、一直線なので、こういうところだと平らになりがちなので、そういうところまあヤスリをかけて平らにしていくとかいろいろあるんですけど、いちいち説明しながら、モールドを入れていくというのが何て言うんですか、もう何て言うんですか、アドリブでやっているので。なんちゅうんですか、あと編集をしているときにあの文字を、なんちゅうんですか、なんちゅうんですか、テロップで流すっていうんですかね、そういうのがめんどくさいので、もうこういうのは自分で、要は慣れというやつを言うてる方おるんですけど、あのちょっと裏で換気扇というか換気扇の音じゃないんですけど、まああれですよ、狭い部屋でやっているので、あのすぐ暖かくはなるんですけど、あの冬なので、まあ、暖房の、出てくる空気というのは暖かいのは上に行くので、あの一般的に言われているサーキュレーターというやつですよね、扇風機 あの首が前でなくて上にまで向くやつですよ。それであの下から下の冷気を上に上げてるんですよ。なのでまあちょっとうるさいのかもしれないんですけど、動画的にはまあ私も寒いところです、作業はしたくないので、まあそういう感じで音がしているかもしれないんですが、まああとこのカメラがちょっとあの安いやつで、どうだ1万5千円ぐらいのビクターのビデオカメラがあったので、それを使ってるんですけど、ちょっと光に対して明るくなりすぎるんですよね、これがね。
なんか本当は編集で明るさをちょっと暗くした方がいいとかあるんですけど、まあ基本的に、もう大体終わってるところで、あ、そういえば動画を撮って動画を撮っておくべきだったということに気づいて、今頃になって動画を撮り始めているので、困ったな、なんかもう出来上がったのちょっといじってるだけなんじゃないのとか言われると困るんですけど、いやだからそういう方々が、なんか知らないんですけど、人の、名前を語って仕事を取ってるいう輩が東京におるらしいんですよね、特に。いやだからちょっとやってられんよな、もう本当に。また寿屋とかぐすまの仕事もしたんですけど、なんちゅうんですかね、ぐすまの時は山田二郎という、ペンネームでやってたんですけど、一個だけやらせていただいたんですけど、仕事を原型のなんか、とんでもない、まあ、一回言っとくべきだったなと思って、本人として。それでなんかすんごいそのあたりで、なんか私みたいなやつがいっぱい来たみたいなことを聞いてですね、あれは私の経験で言うと、まあ、契約するときにはもうその会社に直に行って、そこで書面に、捺印するとか、まあ、そうした方がいいなという感覚に至ったんで、もう寿屋とかことごとく今信用できないんですよね、個人的には。だからああいうところが、私の原型量の、9倍取ってるというふうな話を聞いたので、そういうのはちょっと納得いかない部分があるんですけどと言ったら、まあ、要するにあれですよ、原型が、まあ、私と同じレベルの方の原型師の金額を教えてくださいと言ったら、時間的にはこれぐらいかかるんですよというふうに言うふうにしか言うてこなかったんですよ。でも私そんな半分ぐらいの時間できるんですけど、それならって言ったら急に黙ってしまって、相手が。でだから私と同じレベルの、まあ私は特にそういう部分で言うと、下請けですよね、外でやってる仕事だから、寿屋さんのところで私と同じ、まあ、要するに下請けに出すという方で同じレベルの方の金額を教えてくださいって言ったら教えてくれなかったんですよ。だから詐欺が行われているな、寿屋の中で、というもう一つの理由が、私が寿屋さんの仕事をした時にちょうど税制が変わったんですよ。で、税金の形態が、5% から 8% かなんかなった時に、ちょっと数字がおかしいんじゃないですかみたいなことを言うたら、なんか強引に無理くりな数字の税金加えてきたんで、あそこちょっとせこいことやってるな、ちょっと原型料ちょっとごまちにしてるんじゃないかなというところで聞いてたら、私の方ヤクザだと言い出したやつがいるんですよね。でメーカーの力をもってして、一人の原型師を潰そうという考えで、今私は無視されてるんですよね。まあ、だから寿屋は浅井何度かという方とぐっすまと、提携しているような感じになっているので、あそこら辺で私に対して潰しを仕掛けてきているやつがおるというイメージなんですよ。マックスなんですかね、あそこら辺失礼だなと思ってるんですよ。だからああいうところで仕事を今原型でやってる方っていうのはうさんくさいというイメージしかないですね、私からすると。だからその時は契約に関して原型の、もう何て言うんですか、相手の顔とか写真撮っといた方がいいと思いますよ。それはまあだからメーカーの方にも言いたいんだけど、原型師という方が、名前だけペンネームというのもあるんだけど、私は今本名とペンネームを併用してやってるから、それでまあそれ今違う名前でやってるんです。仕事の時はなんかタクトという部分を使ってるっていうやつがおるらしいので、ふざけんなという感じなんですけど、まあ、芸能テレビとか見てると同じようなやつがいっぱいおってですね、
芸能ってその程度だったのかという感じを受けるんですけど、まあ、東京かあたりの梨園の、まあ、歌舞伎とかに出れないお坊ちゃんみたいなやつがわーって来たらしいんですよ。でそういうのが東京では、すごい有名なお坊ちゃんということになってるから、お坊ちゃんは嬢ちゃんかで、そっちの中だけでワイワイやってるところで人の名前を使ってなんかやらかしたっちゅうので、なんで私の方が被害に悪いということにならにはいけないのかっていう話ですね。そういうところはなんか契約がヤクザマウントなんで、キクザマウントなんで、あの離縁が要するにお家芸なんですよ。すんごい狭いらしいので、すごい狭いらしいのに子供がいっぱいできてしまって、歌舞伎でやんないでくださいっていう、歌舞伎では仕事がないですよっていうところでいろんなところに回されてるみたいな感じらしいんですよ。それでフィギュアが売れるっていうことでうわーってきたらしくて、そういう芸能人ともヤクザとも言えないような輩がいっぱい来たらしいんですよね。来たというか来てるらしいんですよ。でそういうまあメーカー見ると、原型者の前すんげーいっぱいあるんですよ。そんなにいるんかなっていう話ですよね。この不景気でなおかつそんな完成品の PVC のフィギュアをそんなにたくさん買う人がいるんでしょうかという話ですよね。それでその元となるようなものを作らされてポイと捨てられたという感じですよね。私はで あんた方の本当に作ってるの見せてくださいって言ったらまた連絡とかが全然出なくなっちゃったんですよ。そういうことぶきやグスマキューズ Q が、まあ、ボークスもそうなんですけど、だから気をつけた方がいいですよ。あの一般人でそういうところが、私有名なイラストレーター知ってますよとか、模型師にコネがあるんですとか言って近づいてくるやつがおるんで、そういうやつは特に気をつけた方がいいですね。ということで今少しずつ削ってるんですけど、わかるかな。まあこれでとりあえず第2話目ですね。もう12分になってしまった。